おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ビッグバンディットですね。これをね、使ってみたらいい釣りができたよっていうことで、まずはこちらをご覧ください。よし、やべ、まずいことになった。見えないね。よいしょ、やばい、ヒットした。これが全部引っかかってきた。はい、夜ビッグバンディット来ましたよねえ。夜っぽくレッドヘッドねえ。こんな大きなルアーで、まあ、サイズは小ぶりだけどね、ガシガシガシって食ってくれる。嬉しいっすよね。イエーイ。タックルはこんな感じで、いつものゴライアスに、天竜の竿、こういう感じの組み合わせでやってみております。イエーイ。はい、というわけで帰ってきたんですけども、こんな感じのルアーですね、ビッグバンディット。海で人気のルアーなんですけども、どちらかっていうと、昼間ね、この白パターンの昼間の釣りなんかでこれを左右にこうダートさせてで、たまにこう水面にビョーンってね飛び出るんですけども、そんな感じのね、トリッキーかつ水面浮上アクションなんかが非常にね、いいね釣れるルアーっていうことで、大人気なんですが、これをね、夜使ってみたらどうなのかなって思ってね、ちょうどトップウォーターなんかもね、反応がいいタイミングだったので、じゃあ、昼間も、よく聞くビッグバンディット夜使いどうかなということで、投げてみたところ、結構ね、ハマってくれてですね、ヒットはね、結構いっぱいあったんですけども、釣り上げられたのは、まあ、今回の動画のっていうところで、まとめてみましたが、それ以外にもね、カメラね、その時持っていなかったんですけども、知り合いに、スーパーランカーみたいなのがね、やはりね暗いタイミングで食いついてきたりということで、案外ね、昼間のこの白パターンっていうとね有名なんですけども、その延長線上でこう夜なんかもね、魚の反応がいいっていうね、そんな場合もあるので、そんな時にもねこのビッグバンディット、投げてみるとですね、結構面白い釣りができるんじゃないかなっていうことで、でこれね、スプリットリングを、2個ずつつけてですね、こんな感じ見えるかな、ね、後ろも前もね2個ずつつけてですね、これでかかった魚がバレづらくなるようにみたいな感じでやってるんですけども、で針はねこう任意でお好みの針つければいいと思うんですが、結構ね瞬間的にパーンって食ってきて、フッキングミスなんかもね、魚がこうルアーの動きが速すぎてね、食おうとしてるんだけど、ルアーがピーって動いちゃってとかね、ほんとね、ショートバイトになったりする場合もあるので、結構ね、自分は比較的細軸のですね、それでもってフッ素加工してあるような、そんな針、ね、をつけて、かかったらね、なんとか、針を持たせて、船までね、連れてくるっていうね、そんな感じをイメージして使ってみております。でね、昼間よりも夜の方がちょっとね、この、スイッチするストロークとかを、ちょーん、ちょん、ちょん、ちょん、ふわーって感じでね、昼間はね、パシ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 、ド
ターンって感じなんですけども、ちょっとね、言葉での説明になってしまうんですが、夜は比較的ふわーふわーふわっていう感じのね、ストロークで誘ってあげるとなんかうまいことね、フッキングミス、せずにね、張りがかりすることができたなーなんていうね、そんな印象があります。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、昼間のねこの白パターンで大人気の、プラグですね、ビッグバンディット、これをね夜使ってみたらなかなか面白い釣りができて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。